あのもう心の底からもう全面的にどこにも自分の心に揺らぎがないような状態で経営をするっていうことが結局長期的な反映結局お客さんからの信頼従業員さんからの信頼え業界からの応援全てが得られるっていうことがようやく分かったあので今はこういうやり方をしてますえ損して得取れとかいろんなこのことわざ的な言葉もあるんですけれども結局は 価値提供が先報酬は後でもらうっていう価値を先に出すんだよ、えー、代償を払うというかだから、えー、世の中のいろんなものを見ても先に受け取った人はずっと苦労する、えー、しすぐなくなる壊れるうなので価値提供が絶対に先です、えー、それをね今日ちょっとお毎回こういうお話をおしていこうかなという,う今っていうのは僕はね論語っていうのを学んでて すすごく強く強影響を受けてます僕は渋沢栄一さんっていう方にものすごく影響を受けているので、えー、彼は「論語とそろばん」っていう,論語,っていう論語っていうのは理想論のように聞こえると思想家世界三大思想家の,あの講師っていう方が書かれた2,500年前の書物なんですけれども人の生き方どうすれば人は豊かに生きれるんだろうっていうことを研究して、えー、教えてくれてる書物なんですけれども、えー、それに渋沢栄一さんは強く影響を受けてでもうビジネスと生き方はそもそもも 共通するだろうって同じだぜってらしい生き方は素晴らしいビジネスにつながるんだぜっていうことにたどり着いて論語で教えられていることをビジネスに全部徹底してやられた方です結果は日本を作った方ですちなみに知らない方のためにお伝えしておくと日本を作りました、えー、三菱財閥だったりとか日銀も作ってまして日本を作られた方ですええー、有名な最近のことで言うとピーター・ドラッカーっていう経営の何とかって言われている人が研究したのも渋沢栄一さんです っていうぐらい素晴らしい。だから理想と現実は同居するんだよ。でそれが僕にとっての王道です。その中で、すごく僕がその中で一番大切にしていることがあって、それが論語にこういうのがあります。知っている、それを知っているというものは、それを好きだというものにはかなわない。それを好きだというものは、それを楽しんでいるというものにはかなわない。っていう言葉があります。 でここにさっきのね王道行くっていうのと僕は一緒だなと思うところがあります結局はお金儲けが好きでもそれが恥ずかしいとか何かやましい気持ちがあったら楽しめなかったらやっぱり負けますよだから自分の心に恥ずかしいことがあったらやっぱり最後の線絶対勝てないです心の底から楽しんだやつには絶対負けます負い目があるし